はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。11時、ね、45分を回りましたですね。2月4日の金曜日でございました。ですね、今全場これや全場 7.48 円マイナスで終わります。昨日ニューヨークはね518ドルも下げてる割には東京えらいあれやん、おとなしい。昨日空いてんのこれ、昨日2月3日空いてますね。空いてて、518ドル下げた割には日経平均 7.48 マイナス、動いてへんやん。ドル円が若干円高でもないのかな、 114.825 というところでございます。アメリカの長期金利 1.8 にまだ乗せてますけどね、乗せアメリカの金利が上がるとアメリカのドルが高くなって、円が円安になって、まあ、昔ほど円安がそのなんていうのかな、あれ、株高には響かないんですけど、まあまあ一応構図的にはそうですね。でも若干円高になってんのにマイナスになっていないという不思議。あれですね、原油等々90ドル乗せてますやん、これ。えらいことですわ、ほんまに。さて、本題行きましょうか。これは晴れるんちゃうかな。ワウコリアというメディアですね。韓国のいろんな情報を伝えてくれるんですけど、これは今日の記事かな。最初に日にち書いといてえな、これ。今日ですね、今日の9時57分といいますか、今から2時間ぐらい前ですね、に配信された記事でしてですね、1月の消費者物価 3.6% 上昇、すごいですね、3.6% ですよ。4ヶ月連続で 3% 台韓国というのを読みましょうか。世相総合ニュースって多分これ日本語サイトはないと思いますね。いろんなサイトあるんですけどもね、韓国の統計庁が4日発表した、消費者物価動向によると1月の消費者物価指数は前年同月比 3.6% 上昇した。4ヶ月連続で 3% を超える上昇率となった。すごいね、4ヶ月連続で 3% っていうことは、その、どう言いましょう、年、1年したら2桁ぐらいいくんちゃうのという感じですけどね。石油類をはじめとする工業製品と農畜水産物の値上がりが続いていることに加え、外食など個人サービスの物価も大幅に上がった。物価上昇率は前年4月から9月まで 2% 台が続いた後、10月に 3.2% と9年8ヶ月ぶりに 3% 台に拡大した。その 2% 台でもね、日本のね、日銀のね、黒田晴彦さん、9年前から言うた反応にちっとも達成できてへんやん。ほんまに。隣見習わなあかんじゃん、ほんまに。ほんまに。物価上がったらええことなんもないんですけどね、我々。物価が上がる以上にね、収入が増えるのは別に構いませんよ、それは。しかもその物価上昇率ぐらいね、金利があればね、お金貯めてもね、銀行預けといたらね、増えるんやからね、多少物価が上がってもついてくやん、世界で。今金利ゼロでしょ、金利ゼロなのに物価だけ上がってもろて、僕らのね、収入がね、上がらへんかったらね、それだんだん貧しくなるのと一緒やん、それ。そうでしょ、今のそのお隣さんがそういう状態ちゃうんかなという感じですね。物価上昇、そうですね、ここですね。11月の 3.8%、12月の 3.7% に続き、今年1月も 3% 台後半となっている。すごいやん。1月の物価指数を品目別に見ると、工業製品が前年同月比 4.2%、農畜水産物が 6.3%、それぞれ上昇した。お隣さんもね、何度も言いますけど、何でもかんでもこう輸入をしなければならない国なんですね。ほぼほぼ資源がないわけでして、特に南側はね、資源ないんですよ。なんで、
何でもかんでも輸入しなあかん国が、その石油をはじめ原油をはじめ、その他の価格が上がってる、エネルギー価格が上がってるわけであって、原油以外はそんな上がってない気がしますけどね。でもあれ上がってるんですよ、その海運ですね、輸送料ですが、あの船で運ぶ運賃が上がってるんで、輸送費ですか、が上がってるんで、物価が上がらざるを得ないんですね。そうするとこう割とビビッドに反映されるということですね。お隣の場合は日本もインフレやとかインフレ組んでとか言うてるけど、まだ僕らがね日常買うものはですね上がってるかっていうと、ガソリンは上がりましたよ確かにね。でも例えばビールが上がるかって上がってへんやん、ちっともちっとも上がってへんやんって。ビール、僕が消費するものはビールでしょ、ビール系飲料でしょ。ほんでから何でしょうね、他に一番消費するのはビール系飲料、他はちょっとつまみとか買いますけど、上がってないですね、上がってないですね、何の醤油、砂糖、塩、なんかその辺が上がるとか上がらへんとか言ってますもんな。そんな業者使わへんもん、私は。だから私は感じられないってことですね。ガソリンは確かに上がったけど、ガソリンって月に1回入れたらええ方ですからね、私の場合。月に1回も入れへんかな。入れませんね、2月か3月に1回ですね。年に4回ぐらいや、それって感じで。もうちょっと入れるか。うん、年に5回ぐらい入れますかね。もうほぼだから、それで何百円か上がってもふーんっていう感じですもんね、前は。ちょっともうちょっと続きましょうか。電気、水道、ガスは 2.9% 上がった。これは時々感じますね。ちょっと電気高くなったな、みたいな。サービスも同じく 2.9% の上昇で、中でも外食 5.5% など、個人サービスの上昇率が大きい。外食費上がったって感じしませんけどね。まあ、めったに外食しませんけど。生活実感に近い生活物価指数は 4.1%。4.1% 上がったら上がったっていう感じするでしょうね。だって物によっては店舗は 20% 上がってるわけでしょ。上がらんもんもあるわけですって。変動の大きい農産物と石油類を除いたコア物価は 3.0% 上がり、12年1月、括弧 3.1% 以来10年ぶりに 3% 台の上昇率を記録した。もうはっきりこれインフレですね、ここまで来たら。統計庁の担当者は、需要側の上昇要因もあるが、エネルギー価格の上昇や世界的な供給網の混乱など、海外の供給面での上昇圧力も強かったと説明。しばらく高止まりが続く可能性があるとした。まあ、これでこのワウコリアのサイトは終わってます。これね、あの別に お隣さんのことをね心配する人は何もないんですけど、これはですね、まあ、日本でこれくらい上がったらもう、まあ、大騒ぎになりますけど、お隣さんはさらにひどい状態になるんではないかなと思います。と申しますのはですね、お隣さんは家計の負債っていうのが、これ GDP 規模あるんですね。 GDP100% 分あるんですね。日本は GDP の半分ぐらいだと思います。で、お隣さんの金融資産はね、そんなに多くないはずなんですよ。つまり、カツカツでやってる人が多いということなんですね。カツカツで借金返しながら家計を運営してる人が多いということなんですね、お隣さんの場合は。で、なおかつですね、住宅ローンの負債がいっぱいあるわけですね。その家計負債の大半は住宅ローンと言われてるんです。で、お隣さん、今金利が 3% ぐらいあるんですよ。この前ね、0.25 とか上げたんですよ。なんで上げたかと言いますと、ウォンを守るためなんですね。アメリカの金利の方が高ければですね、あれなんですよ、みんなウォンをドルに変えて運用しようとするから、ウォンが下がるでしょう。だからアメリカとそう金利差をつけてはね、逃げられてしまうんですよ。日本はなぜかね、日本 0%、アメリカは今 2% ぐらいでしょ。なのに、円安にガーンと行くとかならないんですね。なぜか知らないけど。まあ、通貨の強さというところなんでしょうけどね。ちょっと私は今でも円安やと思ってますけど、そんなに崩れないわけですけど、ウォンはすぐに崩れるんですよ。ちなみに話が出たんで、ウォン行きますと、今日は一生懸命ね、1200を今守ろう、崩そうとしてるわけです。一瞬1200を崩してね、1199やったーみたいな感じが見えたんですけど、やっぱりまた1200台に戻ったりしてますね。これがすぐ崩れるわけでして、これ崩れるとですね、ちょっと金融不安になるわけですよ、お隣さんは。そういう脆弱性をはらんでいるのがお隣さんの経済でして、そのウォンを守るために金利を上げざるを得ないわけですね。で、金利実際上がったんですけど、金利上がるとですね、今度はですね、住宅ローンを払ってる人が苦しくなるわけですね。返済額が増えるわけですから。
でもアメリカまだ3月に利上げするでしょう。で3月 0.5 という噂もあるんですよ。そしたらお隣さんはもうすぐさま 0.25 か 0.5 は追いかけんと、またウォンが安くなるということですね。となると金利上げるとさらに個人の家計が苦しくなるということなんですね。で個人の家計が苦しくなるって、まあ、耐えられる人はいいんですけど、もう払えへんってデフォルトって、お隣さんにも多分個人破産という制度があるでしょうから、それが続出するとですね、今度は金融がですね、そんな危ない人には貸せへんもんって言って金融が閉めるわけですよ。そうすると不景気になって、不景気の悪循環が始まるわけですね。もうそれになりかけてるんちゃうのということですね。物価も上昇するで収入が増えない、金利は上がるって言うと、真っ先に個人のですね低所得者で無理をしてですね、借金いっぱいこさえて暮らしてる人がですね、陸続と破綻していくような未来が待ってるんちゃうかという、まあそういう話でございます。このワウコリアの今のニュースのサイト貼っておきますんで、私今全部読んだかな、全部読んだんですけども、あれですね、あ、いや、でも読んでないね。最後の方飛ばしましたけど、確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。